11月7日、頭がぺちゃんこになってますけども、私ね、バイクで買いに行ってるんですよ。ちょっと車で行ったら邪魔になるでしょ。それがまあ近いんでね、バイクでフュッと行って、さっと買って帰ってきております。ですんで、ヘルメットかぶったら頭がこうなるんですね。で、今日はさっき1個カレーパンいただいたんですけども、2つ目、ミルフィーユのパンをね、ちょっといただこうかと思います。こちらです。フランスパンのような硬さを残しつつ、でもそんなに硬くない歯応えが、ありつつも柔らかい。中はこうやってミルクのね、なんかこうクリームで覆われております。じゃあ、いただきます。甘いパンですね。うん。このクリームの甘みと、クリームというかミルフィーユっていうんですかね、ミルクみたいなこの中のね、白いやつとパンのハーモニーが絶妙で、ケーキのような味わいです。うん、今の時期ね、あったかいコーヒーとともにいただけるんじゃないかなと思いますね。うん、うん、まあ、とっても美味しいですね。あのパンを作る中で何回も何回も試食をしたり、生地のいろんなこう分量をね、調整したりとか工夫と、まあいろんなね、こう人の頑張りとかで出来上がってるんだなと思いましたね。いや、これはね、どのパンもすごく、パン生地がとっても美味しいですね。パン屋さんでは当たり前のことなんですけども、なかなかこのパン生地まで美味しく作れているパン屋さんってなかなか見つかんないんじゃないかなと思うんですよ。で、そういう方にはこのパリボスさんをね、お試しいただきたいですね。パンとはこういうもんだみたいなところがどのパンにも詰まってます。いただきます。うん、うん、あ、美味しいな。あの、今回レビューできませんけども、塩パンっていうのがあって、この前塩パンを初めて食べたんですよ、パリボスさんの。で、塩パンってこういうもんなんだっていうふうにイメージが全然変わって大好きになりましたね。それまで塩パンっていうのはちょっとね、なんで塩パンなんてなるのかなと分かんなかったんですけども、塩パン美味しいですよ、うん、やっぱこうパン生地が美味しいからなんですよね。ということで、あと2口ほど残ってますけども、一旦このミルフィーユパンのレビューはここまでとさせていただきます。あとは一人でいただきます。ありがとうございました。